ボートレース常滑の6日間シリーズ G1 常滑ダイヤモンドカップ、その4日目の攻防戦、いよいよ予選はここがラストカードとなります。12レースのメンバーは1号艇茅原優希、2号艇北野照樹、3号艇豊田健志郎、4号艇浜野谷健吾、5号艇土屋智則、6号艇新海渉の6選手です。1号艇茅原優希の陰線です。ポイントとしては無事故完走当確ですが、ここ白星を挙げれば外枠2人の着次第では明日の準優勝戦1号艇という目も十分なのが茅原、陰線人気の中心です。2号艇地元メンバー北野照樹が2コース、3コースには3号艇の豊田健志郎、引いて4号艇浜野谷健吾が4コースの角、この中枠の2人は予選突破に向けては3着以内が絶対条件です。そして5号艇現在得点トップの土屋智則が5コース、得点2位の6号艇新海渉が最アウト6コース、新海はここチルとはプラスの 0.5 度、ほとんど風はない絶好の水面コンディション常滑12レース、1番2番3番4番5番6番スタートしました。インから1号艇の茅原、それから5号艇の土屋とわずかにスリットは先行ですが、インから1号艇の茅原まずは押し切っていく構え、2号艇の北野が差し、外は3号艇の豊田、内側からは4号艇の浜野谷でありますが、インから1号艇の茅原優希が完全に押し切りました。スリット裏では2艇審判優勢にマークに向かいます。なお前提スタートは正常でした。2番手は2号艇の北野が優勢、内側から4号艇の浜野谷接近、1周にマークは茅原の後ろは浜野谷が回って、外を回った2号艇の北野の前に4号艇の浜野谷、外から食い下がるように2号艇の北野照樹、2番手争いになって、その後ろ2艇審査で6号艇の新海が4番手から前の2艇を追う格好、水面の内側です。2周1マーク、1号艇茅原回って、その後ろは6号艇の新海でありますが、2号艇の北野は外に追いやられた。2番手はここで完全に4号艇の浜野谷、1番4番、後ろ3番手争いですが6号艇の新海が先行で、内側からは3号艇の豊田、さらには5号艇の土屋、外には2号艇の北野、1番4番の後ろ6号艇の新海が回るところ、内側差してくるのはどうか、3番5番でありますが、3番手は6号艇の新海優勢で、1番4番6番最終周回に入ります。0台半ばから前半のスリット、1号艇の茅原スタートを決めて逃げていきました。先頭でバックに立ち上がります。4号艇の浜野谷2番手、6号艇の新海が3番手で、1番4番6番最終ターンマークを目指します。この1着でポイントは 7.67、 これは大きなポイントともなっていきそうです。4号艇の浜野谷2番手、3番手は6号艇の新海で、1番4番6番最終ターンマーク折り返してまいりました。12レース間もなくゴールで、1着1番の茅原ゴールイン、2着4番の浜野谷、3着6番の新海がゴールイン、後ろは5番3番は接戦のゴール、最後方2号艇の北野でゴールしています。